三浦大輔監督は司法の欠場を体調を含めてと説明。筒香の欠場については体調を含めて外した。上がりベンチ外の投手がいるのと同じように、今日は上がりということ。シーズンを通してということで考えたと説明。前日の試合で右肘付近に支給を受けており、治療もしているという。今後については抹消はしていないからと、長期離脱にはならないとの見解を示した。ナメプそのものやん。ガードにぶつかったんだろ。嘘つくなよ、治療って。筒香と牧の4番を2人とも外す監督なんか見たことねえぞ。これだもの終盤になって主力選手外すわけだよ。主力2人同時に休ませても勝つ戦略があったから休ませたんだよな。全体を考えてってなんだよ。内情知らない人間がなぜここまで文句を言えるのかこれがわからない。こんなことやってるの12球団でここだけだからな。やっぱり DeNA は世界で一番再開がよく似合う。でも使い続けて怪我したら壊したって騒ぐから都合が良いよな。んなに悪くなかったと思うけどね。たくさんの新顔が頑張ってるのが嬉しいよ。三浦は勝った次の日意図的にナメクシネ負けに行くからな。監督も休養しよう。9安打してソロの1点のみなんだからツッツとかの問題ではない。まあ今日は筒香堂のコウノよりもにアウト1、3塁でビナの打席、森を無駄に走らせた敗退行為が原因。個人的にレフト佐野でスタメン固定じゃなく、レフトは筒香と佐野でポジションを競った環境にしてほしい。なのでどちらかが代打で待機。横浜が連勝できない要因やろこれ。ご視聴ありがとうございました。